購入品紹介といってもそんな大したものは買っていないんですが、一つずつご紹介します。まずフランフランで購入しましたフレグランスジェルです。これはね、いつも寝室で使っているもので、すっごくいい香りなので気に入っています。あ、使用方法に玄関、トイレなどの場所に置いてくださいって書いてありますね。知らなかった。でも私は寝室で使っています。玄関は玄関で、また違うフランフランのフレグランスジェルを使っています。今使っていたものがもうそろそろなくなるので購入してきました。いい香りです。はい、次ドラッグストアです。ニベアのスーパーウォータージェルです。日焼け止めですね。やっぱりね、日焼け止めはポンプ式が便利なんですよ。出かける時にね、ポンプをして塗って出かけることができますので、重宝しております。はい、次 N ドットポリッシュオイル。これももう何年も愛用してます。 N ドットのオイルで、私は朝髪の毛をセットした後にいつも使っています。髪の毛がしっとりとまとまりますし、なおかつオイルなんですけれども、ベタつきもそんなにないんですよね。でこれね、3400円とちょっとお高めなんですが、でもね、数ヶ月持つんですよね。なのでもう私はずっとヘアオイルは N ドットを使っております。はい、次コフレドールスマイルアップチークです。01番サーモンピンクのお色です。チークですね。これも今使っているものが底見えになってきたので、ストックとして購入しました。今使っているものだいぶ汚いですね。すいません、汚い化粧品をお見せしますが、こんな感じで、私はいつもこの真ん中の濃い色を頬にのせて、でこの周りの薄い色をその周りにのせているという感じです。お気に入りのチーク。はい、次ピアス購入しました。私ひどい金属アレルギーで、使用できるアクセサリーが限られているんですね。でその点ピアスは樹脂ピアスがあるので、いろいろと付け替えて楽しんでます。今回は2点購入しました。まずこちらです。なんかゴージャスっぽいですよね。シンプルな輪っかにこうストーンがついた輪っかが二重になっている感じのものです。そしてもう1点、やっぱりこういうね、ぶら下がってるピアスってアクセントになりますよね。アップした時とか髪の毛を、こういったぶら下がりピアスをよくつけております。せっかくなのでつけてみます。つけてみました。これ値段はね2000円弱なんですが、結構高見えしますよね。うん、いい感じ。ではもう一つつけてみます。あ、いい感じ、かわいい。髪の毛下ろした状態でもいいですし、アップしてもいいですよね。うん、これもね、こっちのが安かったかな。1320円でした。あ、かわいい、買ってよかったです。はい、次ラスト1点、服です。ロペピクニックで購入しました。マネキンが着ていて、あー可愛いと思って試着させてもらって購入しました。私にはね、着こなせるか心配なんですが、結構デザイン性のあるトップスです。はい、こちらです。袖の部分がこう結構ねフリフリになっていますし、なんといってもチュールがついているんですよね。下はデニムを履いてカジュアルに合わせたいなと思って、試着は白とこのこれグレーかな、グレーを試着させてもらったんですが、こちらの色にしました。また近々このお洋服を着た時には動画内で紹介したいと思います。あ、値段がですね、税込み3839円です。商品情報気になる方、これ QR コード読み取れるのかな、動画から。
こんな感じです。以上、購入品紹介でした。